鳥出神社は、三重県四日市市戸田にある神社である。式内社で、旧社格は、県社。日本穂高、ことしろ主神牌、神宇歌の御霊命、恵比寿命、天照大神、天石個別神、大溝左在天皇、萩安彦神、恥安姫神、大神天皇、飴の小屋根の命、大山鶴神、菅原道真昭王元年と、 安永9年の大化により、古文書を消失したため、当社の創始の年代はつまびらかでないが、演技式新名庁に記されていることから、演技5年頃にはすでに存在していたと思われる。演技式内社で、友明地方における中心の神社として、数形を受けていた。また、江戸時代には、富田六号の総氏神として、信仰を集めていた。明治39年。 新鮮兵白領とも新社に指定。明治40年及び41年には、金剛の神社を合祀し、昭和17年に県社に列せられた。本社の造営にあたっては、天正13年以来伊勢神宮の、式年仙宮ごとに古材を配慮して行われる、これがあり、現在の本殿、廃門、水垣、鳥居、社務所などは、いずれも伊勢神宮の古材により営然されている。 鳥出神社の鯨船行事は、1997年に国の重要無形民族文化財に指定され、2016年には日本各地の33県の山、保屋台行事の一つとしてユネスコの無形文化遺産に登録された。8月14日に鎮火祭が行われた後、町練りが始められ、15日には鳥出神社への連込みが行われる。 四日市市指定重要有形民族文化財、法納魚座船、模型、二席。ありがとうございます。